はい、じゃあそれでは、55分になりましたので、続きを始めたいと思います。で、最初の1時間10分で、痴漢スコア行列の話と、あとペアーズアライメントの基本的なアルゴリズムも説明をしました。で、あと残りの時間、まだ結構説明しなきゃいけないことがいっぱいあるんですが、まず最初に、マルチプルアライメントの説明をした後、ブラストなどの配列相同性検索の話をしていきたいと思います。で、今まで説明したのはペアワイズアライメントで、マルチプルアライメントというのはじゃあ何なのかということなんですが、これは多分予想されるようにですね、ペアワイズアライメントというのは、2本の配列を並べることです。で、マルチプルアライメントというのは、3本以上の配列を並べることになります。例えばここに今これ4本配列がありますが、アミノ酸配列がありますが、それをまあこのクラスタル W というソフトを使って並べると、こんなふうに並べることができるということになります。で、それで、じゃあこういうふうに何本も配列を並べることによって何が分かるのかということなんですが、これも後で説明していきますけれども、並べてみるとですね、すごくよく、何本もの配列で同じアミノ酸を並ぶ場所と全然バラバラになる場所っていうのが出てきます。で、それでこういうふうに、よく保存されているサイトっていうのは、このタンパク質の中ですごく機能的に重要な場所であることが多いので、機能部位を予測することができる。で、あるいは、これら自体の、パターンを使ってモチーフとかプロフィールを、使うことによって投影のホモログを出してくることができるし、あと、後半言いますように、分子系統樹というものを書く、系統樹を書くためにマルチパラアライメントは最初に絶対しなければならないステップになりますので、これをやらなきゃいけないということがあるので、需要としては非常に、高い需要がマルチパラアライメントにはあります。で、それで、じゃあマルチパラアライメントはどうやってやるのかということなんですけれども、これペアワイズの時と同じように、やはり、どういうスコアを使うのかということと、で、そのスコアを一番良くするために、一番いいアライメントをどうやって発見していくのかということの2つに分けて説明することになります。で、まず、マルチプルアライメント、日本語で言うと多重整列ということになりますが、のスコアで、一番よく使われているものは、SP スコア、サム・オブ・ペアーズスコアというものです。で、これはすごく簡単なスコアで、これ今3本の配列が並んだマルチプルアライメントがありますが、で、このスコアはどうやって計算していくのかということなんですけれども、サム・オブ・ペアーズスコアというのは、こういうふうに3本の場合であったとしても、3本の場合は3つのペアに分けることができます。ただ、この RTK という並んだサイトを見ていただくと、R と T のペア、T と K のペア、R と K のペアって3つのペアを作ることができる。で、ペアのスコアっていうのは、実は、前半に説明したアミノ酸置換行列でよく使われているものがありますので、この、ペアのスコアっていうのはこの表を使えば計算することができる。で、それらを全部組み合わせて足したものが、このマルチパラアライメントのスコアになると。こういうやり方です。で、これが一番よく使われているやり方ですが、理論的にはこれはちょっとおかしなところがあってですね、このやり方自体は、ベストではない。特に本数が増えてくると、ペアの数自体がすごく増えてきて、何かちょっとおかしなことになっていくということも起きるということもよく知られているのですが、基本的にはこの考え方を使っているプログラムが多いです。で、ただ、サモンペア自体の問題点を修正するために、いくつかの工夫はなされていることも確かで、ウェイトをつけていくとか、あるいはエントロピーという考え方をしてくるとか、あるいは、後で説明するような、PSSM に近いような考え方を使っていくのとか、いくつかの工夫はあるんですが、基本的に一番内部なのはこのやり方であるというふうに、とりあえず考えてください。で、それで、あとアライメントのアルゴリズムなんですけれども、これがすごく厄介な問題になってきて、ペアワイズアライメントの場合は、前半でくどくど説明したようにですね、2つの配列を格子状に並べて、ここからここまで行く一番いいパスを出してくるという、こういうやり方です。で、じゃあ3本以上の場合はどうするかというと、この考え方を、どんどん次元を上げていけばいいということになります。で、3本だったら配列1、2、3というのをこういうふうに3次元上の直方体に並べて、こことここを結ぶパスを出せばいいということになる。で、4本だったらもう4次元になるから、絵には描けないんですが、計算機には実装可能でっていうふうに、どんどん次元を上げて、その超直方体みたいなもののパスを考えればいいってことになっていくんですが、これをやるとですね、まず、
メモリーが悲鳴を上げます、最初に。この3掛け3だと、この3掛け3のサイズの、実数を、計算機の中に持たなきゃいけないんですが、3本だったらまだしもですね、これが普通のマルチプアライメントだと、例えば100本とかを普通に扱わなきゃいけないんですね。で、100次元の超立方体だと、ものすごいメモリーを食うことになるので、このやり方で可能なのは、せいぜい4本ぐらいじゃないかと思いますね、今の時代でも。なので、まともな解法をやろうとすると、計算だと、メモリーと計算時間が、L の N 乗に比例してしまうので、できなくなってしまうということになります。で、じゃあ、実際のプログラムはどうやって解決しているかというと、完全に厳密な解を解くことを諦めて、ヒューリスティックな発見的な方法、つまり、近似解を出す方法で、解くというのが普通になります。で、それでいろんな近似解を、計算する方法が提案されているんですが、一番よく使われているプログラムで、クラスタル W っていうプログラムがあるんですけれども、そのプログラムが使っているアルゴリズムというのは、累進法、英語で言うとプログレッシブアライメントという方法で、あとツリーベース法と呼ぶ人もいます。で、この方法でやるのが多いんですね。で、このアイデアをちょっと簡単に説明するとですね、まず、すべての配列ペアのペアーズアライメントを計算してしまう。この場合、今、4本の配列があったんです。この赤い、この丸が配列だとしてですね。で、これらのすべての組み合わせの、まずペアワイズ、2本2本、あ、2本、1本1本のペアですね、に関して計算してしまう。で、これは、先ほど説明した動的計画法で、計算は可能なわけです。で、それで、この1回ペアーズアライメントをすると、それぞれの配列と配列がどのくらい似てるのかっていうのは、大体の数字が出てきますから、それに従って大雑把な樹形図、系統樹のようなものを書いてしまいます。で、この系統樹の下の方からペアワイズアライメントを組み上げていくという作業をします。で、系統樹がこんな風にできたとすると、一番下が似てるペアっていうのはこの赤とピンクなんですが、この赤とピンクのペアワイズアライメントはここで計算してある。で、青と緑のペアワイズアライメントもここで計算してあって、で、このペアワイズアライメントとペアワイズアライメントを何らかの方法で組み合わせると、4本のマルチプルアライメントができると。で、この組み合わせ方は、いろいろやり方があるんですが、原理的には、このペアワイズ、それぞれのペアワイズアライメントを使って E のを取っていくことをやっていく。つまり、ペアワイズアライメントをどんどん、似ている順に重ねていくことで、より大きなアライメントを作っていくという、こういうやり方を累進法、プログレッシブアライメント、ツリーベース法というやり方になります。で、この場合は計算量が、実は一番計算時間がかかるのはこのステップなんですね。すべての配列ペアに関してのペアワイズアライメントを計算するというところが一番計算がかかって、これが終わってしまうと、あとは、さーっとそんなにかからない、計算時間がかからずにいってしまうという感じになるので、十分実用的な計算時間で計算を終わらせることができるということになります。で、この業界で一番よく使われているプログラムが、クラスタル W、あるいはクラスタル X というプログラムです。で、アルゴリズムは、先ほど説明した累進法を使っているということで、で、GUI 版と CUI 版が出ていて、あと NJ 法による系統樹の計算機能がついているということです。で、これは多分、僕は演習ではやらないんですが、次の村上さんが多分やっていただけるんじゃないかと思います。で、クラスタル W 以外にも、いくつかプログラムが出ていて、ここで紹介したいのは2つですね。T コーヒーというプログラムと、マフトって読むのかなというプログラムがあります。で、これそれぞれ特徴があって、クラスタル W よりはいい点がそれぞれあります。で、T コーヒーの場合は、これは、計算時間が、余計にかかるんですが、アライメントの精度が高いと言われています。ですので、配列、比較する配列の本数が100本以下の場合であれば、非常に、いい結果を返してくると。ただ、欠点としてはですね、100本を超えて200本ぐらいになってくると、ものすごい計算時間がかかるときがあります。5時間とか6時間とか計算時間がかかってしまうので、ある程度本数が短ければ、本数が少なければ T コーヒーを使ってみるというのはいい選択だと思います。で、あと、もう一つ、これ、マフトっていうのは、これは日本人の方が作ったものなんですけれども、これはですね、逆に、計算時間が非常に早くて、配列の本数が500本ぐらいになっても、破綻せずに5、6分で終わってしまうという、そういうものです。
で、それで、配列500本のマルチバライメントって、そんなことをやることがあるかと思うかもしれませんが、結構需要としてはあるんですね。今、バクテリアのゲノムが800個とか決まってるし、バクテリアの有名なタンパクとかで検索すると、すぐ1000本近くものが出たりしますし、プロテインキナーゼとかでやれば、人とマウス全部出して2000個ぐらい出たりしますから。そういうものでやるとすぐ500本とか本物が出るときがあるので、そのときにもうマフトを使うと、ちょっと精度は落ちるんですが、とりあえず計算を出してきますので、使うことができるということになります。まあ、この辺はだから目的に従ってうまく使い分けていただければと思います。で、マルチパラメートに関してはここでもおしまいで、その後ブラストを中心とした相当性検索のお話を、続けていきたいと思います。で、配列相当性検索、シークエンスホモロジーサーチというのはじゃあ何かということをまず説明するとですね、クエリー配列を配列データベースと比較して相当の配列を探すことです。ここで、まあ、クエリー配列っていう、これは、クエリーってこうデータベースの多分専門用語で、問い合わせ配列とかっていうのかな、多分日本語にすると。まあ、ここでは一応クエリーとそのまま置いてしまいます。つまり、これと似ている、配列は何ですかっていう、これと比較したいっていう、そのもののことですね。で、それを1本クエリー配列。で、これが、データベースにたくさん配列が入っている中で、どれと似ているのかっていうのを、検索してくることです。だから、手続き上は結局、ペアワイズアライメントをこうクエリーとデータベースに入っているものを1本っていうのを、1つずつペアワイズアライメントを繰り返していって、似ているものをこう出力すればいいという、そういう手続きになります。で、ただそれだけのことなんですが、これが非常に有効で、少なくともこの3つの目的にはよく使うこと。つまり、まず機能予測ですね。機能がよく分かってない、遺伝子をデータベースの中に入っている機能がよく分かっているものとの一致から予測すると。あとは同じようなことなんですが、立体構造予測もこのやり方でやることができます。あと、DNA から、タンパク質がコードされている部分を予測する遺伝子予測、遺伝子発見についてもこのやり方で、こなすことができると。だから単純に配列比較なんですけれども、実は非常に、いろんな生物学的な知見を得ることができるということです。で、その仕掛けはですね、結局進化にあります。で、この2つの、配列を比較して似ているっていうこと自体っていうのは、単純に、化学構造が似ている以上の意味を遺伝子では持ちます。ここがポイントです。で、つまり2つの DNA あるいは2つのアミノ酸配列の文字列が似ているっていうのは、なぜ似ているのかという理由を考えると、それは進化的に関係がある。つまり、それらはその2つの遺伝子ってもともと大昔は全く同じもので、それらが、進化によってダイバージして分かれていって変化していったから違うのだと、そういう関係にあるということ。つまり、進化的に関係があるっていうのは、大昔は同じだったってことです。だから、昔が同じだったわけですから、それは昔同じだったものが分かれてきたということという関係にあるものというのは、ただ単純に配列が似ている以外に、いろんなものが同時に似てくるんですね。生物学的な性質、機能であるとか、立体構造であるとか、発現のタイミングであるとか、いろんなものがこう付随的に似てくると。だから、機能予測とか構造予測ができるんだという、こういう考え方になります。で、こういった進化的に関係があるということを、これ専門用語で相同と言います。ホモロジーと言います。で、それで、逆に進化的に関係がないけど似ているものっていうのを相似、アナロジーという言葉を使って言いますね。これはだから専門用語で、一般的に言う、アナロジーとは意味が違いますね。ホモロジーでないということをアナロジーというふうに言う、こういうことを言ってきます。それで、このことについては後でまた、いくつか説明してくるんですけども、で、この検索に関するプログラム上の工夫っていうのが、少なくとも2つあって、まずデータベースがものすごく最近大きいんですね。これだけシーケンサーのスピードが速くなってきて、データベースが蓄積されてますから、一個一個ペアワイズアライメントをしていけばいいんですが、基本的にはそうなんですけれども、このデータベースに入っているものを一個一個比較していけばいいんですが、それをやるとものすごい計算時間がかかってしまうので、なんとかして高速化をしなければいけない。
で、ブラストはそれをやり遂げていて、その時にいくつかの工夫を持ってくると。で、この部分が一つ問題になる。あともう一つは、すごくデータベースが大きいと、なんか似てる配列っていうのはどんな配列を投げてもヒットしてくるんですね。で、それがどのくらい似ていれば、意味があるのかという。これを判断する。これは、この一番の方はむしろ、プログラムを開発する側の問題で、早いのができればそれを使えばいいんですが、この二つ目の方は、ユーザーの方も一応出力を見てですね、どのくらい似ていれば、他の、例えば分子機能がどのくらい似ているのかっていうのの、この指標を頭の中に入れておかないと使いこなせないわけで、二番の方がユーザーにとっても重要だという意味で、重要性が高いと思うので、これを中心に、説明していきたいと思います。で、まず一番のとこなんですが、これが、ブラストっていうプログラムがこの業界で一番よく使われているんですけれども、ブラストは独自のヒューリスティック、近似解放ですね。完全な解は出ないんだけれども、そこそこの性能、そこそこの解を高速に出してくるものっていうのを使っていて、非常に計算時間が早いです。で、これ、これ随分前に計算したものなんですけども、私が普通に作った動的平滑のプログラムに比べると、ブラストっていうのは1000倍ぐらいのスピードを出してきます。ものすごい速い。だから単純な動的平滑をやってるのとはもう桁が3つぐらい違うぐらいのスピードで、計算を成し遂げるということになっています。で、それで、この業界でもう一つよく使われているプログラム、FASTA っていうプログラムがあるんです。これも高速なことで最初は有名だったんですが、FASTA に比べても10倍ぐらい速いということになっています。で、じゃあどうやってやってるかということなんですが、これは細かく説明し始めるとキリがないんですが、もうスライド1枚で大雑把に、説明します。で、基本的には、前半説明したスミス&ウォーターマンのローカルアライメントの動的計画法っていうのを、いかに、計算をサボってやるかということを、に徹底して高速化したプログラムです。で、どうやってやるかというと、まず4段階からなっていて、クエリーの各ワードに対してスコアの高いルインワードリストを作成してハッシュを作るということです。これ今3つのイメージしてるんですが、例えば PYK というものっていうのが、縦にクエリーが並んでたとして、PVK ですけども、というのと、似ているリストの位置っていうのをもうハッシュで作ってしまっていて、例えば PVK と PVR って1文字しか違わないですから、十分似ている。で、この短い一致の部分だけ第2段階でこう作ってしまう、ステップ2のところですね。だから、すごくミニアライメント、3アミノ酸しかないようなミニアライメントの候補をいっぱい作成します。で、その小さなアライメントを作ったら、その両端をどれだけ伸ばせるかということを進展するということをやります。で、この場合は、アンギャップ、ギャップを入れない、つまり直線にこう対角を伸ばすだけでどこまで伸ばすかというのを散々やったりいく、見込みがある部分だけ、この端のこの部分だけ動的計画を、ここだけ動的計画をやると。ここはもう見ない。全体をやらないで、ここしかやらないっていうことをやって、それで最終的なギャップ入りのアライメントのパスを出してくるということになります。だから、普通の動的計画からと、さっき皆さんやっていただいたように、こう一個一個マス目をビュービューってこう埋めていかなきゃいけないんですね。で、これはこの格子の面積と比例した計算時間がかかるんですが、それを最初のワードの一致を見ることで、ここしかやらないってことを、領域を狭めることで計算時間を早くすると。こういうようなアイデアです。で、それでもう一つ、FASTA っていうプログラムがあってですね、これもうあんまり使われてないんですが、検定ではちょっと問題が出てたので、ここでちょっとだけ説明します。で、FASTA に関しても基本的なアイデアは同じなんですね。最初、短いアミノ酸の配列の一致を、検出してきて、で、それをつなぎ合わせることによって、だんだん長いアライメントのパスを持ってきて、最後はこうちょっと見にくいんですが、このバンド状になったこの領域でだけ動的計画を実行するというふうになっています。で、それで、最初の連続する長さ K の同一のワードだけを検出してくるっていう、この、長さ K のことを K タップって言って、この K タップっていうのの値を、どんどん大きくしていくと、最初の一致の部分っていうのの絞り込みがきつくなってきます。ので、計算時間は早くなっていくんですが、感度は落ちていくということになる。で、ブラストと違ってこれは完全一致を見ていて、ブラストの場合は完全一致じゃなくてもいいんですね。ルイエンワードを使っているので、ここもちょっと違ってくるということですが、
基本的なアイデアは、似ている。ただ、ブラストの方が、いろいろ徹底的な拘束がなされていて、より早いということだと言っていいと思います。で、これ、去年の問題でパスタが出ているので、一応、平成20年の問い52です。パスタに関する記述について、不適切なものを選択肢の中から一つ選べ。1番、ファスタは DNA の塩基配列やタンパク質のアミノ酸配列のデータベース検索を行うためのソフトウェアで、これは正しいです。DNA 用のファスタとタンパク質用のファスタは両方用意されています。で、塩基配列検索の時にタプルのサイズを K から K プラス2にすると検索速度は32倍速くなる。で、これが実は間違いなんですが、で3番、ファスタは部分一致文字列の検出に発祥を持ち、これは正しいです。でタプルのサイズが大きくなるとホモロジー検索速度は向上するが検索の感度は低下する傾向がある。これも正しいです。だからこの最初の段階で、まあ、これでも同じなんですが、この短い配列の一致を見てくる、この短い配列の長さのことを、K タップ、タプルっていうんですけれども、でそれを K から K タス2にするとですね、これ DNA の配列ですから、タプルの K、長さ K のタプルの種類っていうのは4の K 乗です。それが4の K たす2になるということは、16倍タプルの種類が多くなります。で16倍タプルの種類が多くなるということは、ヒットする数っていうのはおおよそ16分の1になります。つまり、ここの最初の段階でここに線が引かれるのが16分の1になるので、ここで見てもいいです。この青い線が16分の1になるから、進展する計算速度もそれに比例するので、計算時間はこの場合16倍速くなるだろうと。32じゃないということ。で、これが正間違いだと。いうふうになるかと思います。ただ、ファスタ自体はですね、今あんまり使っている人がそんなにいないので、平成21年度にこの問題が出るかどうかはちょっとよくわかりませんが、まあ、とにかく基本的には、最初の絞り込みは短い超ミニアライメントを組み合わせることによって早くしていくという、そのアイデアだけは分かっていただければと思います。で、あとブラストの話だけをしますが、ブラストの出力例というのをここに出しました。で、これは、ですね、何を計算したかというと、誤送金の REC-A というタンパク質をクエリー配列にして、立体構造が決まっているアミノ酸配列データに関してデータベースで検索をかけたということ。で、これは、比較的、小さな配列で、誤送金のこれ長さは347残機で、データベースの方は9671配列ある。で、全部の、アミノ酸総数はこんだけ。で、ブラストの出力というのは、大体、2つのパートからなっていて、で、まず最初に、よく似ていたものの配列の名前がバーッとリストが出てきます。で、その後に、それぞれ似ていた、最初に出てきたものに対してのペアワイズアライメントが表示されます。で、こう、クエリーっていうのが、クエリー配列、つまり、この場合は、バチルスのレック A。で、サブジェクトっていうのがデータベースにあったこのタンパク質。というのがこういうふうにこう順々に並んでいくということです。で、それで、この似ている順に並んでいるんですが、どういう順番に並んでいるかというと、実は E バリューというものが低い順に並んでいるというふうになっています、ブラストは。で、それで、じゃあ E バリューというのは一体何なのかということを、次に説明していきたいと思います。はい。で、配列相当性検索の問題のもう一つ、つまり、どうやって早く計算するかということじゃなくて、その次は、どのくらい似ていれば意味があるのかということです。で、それで、データベースを検索して、まあ、いろんな似ている配列が出てくるんですが、どういう指標に注目すれば、意味があるものを取ってこれるのかということなんですけれども、類似性の見方は大体3通りスタイルがあると思います。で、一番ナイーブでよく使われているのは、同一残機率、シークエンスアイデンティティというもので、アライメントされたものの中で、何個アミノ酸が一致しているかということです。で、これは非常に、よく使われていて、普通の分子生物の人が、ホモロジー 45% とかっていう、ホモロジー 30% とかっていう時のホモロジーっていうのは、このシークエンスアイデンティティのことを普通指します。で、これは直感的にこうアライメントした時に、このアスタリスクが何パーぐらい立っているかということですごくイメージが湧きやすいんですが、これはやはり大きく問題があってですね、アライメントの長さが特に短かった場合 のシークエンスアイデンティティってあんまり意味をなさないんですね。例えば、これ極端な例を書きましたけれども、アミノ酸が4つしかない
中で、2つ一致したら、これのシークエンスアイテム 50% ですね。だけど、16個で8つ一致しても 50% ですね。で、多分直感的にわかると思いますが、こんな短いアライメントで2つ一致して 50% だっていう一致は、多分ほとんど意味がないということはわかると思います。こんなの偶然にいくらでも生じうるよと。で、だから、長い、まあ本当はこれ16でも短いんですが、例えば、どのくらいだろう。80アミノ酸ぐらいで50であれば、かなり似てるというイメージがあるけど、ある程度長い長さじゃないと、シークエンスアイデンティティが高くてもあんまり意味をなさないですね。で、じゃあどうするかっていうと、あとはスタイルというのはスコアをそのまま使う。ブロッサム62でスコアを、どんどん足していくってことを前半やってもらったと思うんですが、そのスコアを見ればいいんじゃないかっていうのもあるんですけれども、まあ、こっちよりはいいんですが、結局それも単純に、アライメントされている長さが長くなれば長くなるほどスコアは上がっていくので、それだけを見てもうダメなんじゃないかという話があります。で、最終的に、特に80年代の後半から90年代前半ぐらいでいろんな人が、研究をした結果ですね、統計的優位性という考え方で、やるのがベストであろうと。E バリューという値。つまり、ランダムな配列と比較した場合、そのスコアが生じる可能性がどのくらい低いのかという考え方で、検定をするのがベストだということで、これが一番受け入れられているやり方となります。じゃあ、E バリューとは何かということなんですが、E バリューというのは、エクスペクテーションバリューということで、意味はですね、ランダムな配列データベースを検索したときに、そのスコア S 以上の値になるアライメントの本数の期待値のことです。なんかよくわからない表現かもしれませんが、そのスコア S っていうのは、なんかアライメントをこうしてですね、こういうアライメントがあって、スコアが262点でしたと。で、こういった662点のスコアが、ランダムなデータベースを検索したときに出てしまう本数の期待値です。で、ランダムな配列データベースとは一体何かっていうと、アミノ酸がランダムな順位に並んだ配列で、ただ、アミノ酸の組成っていうのは、こう、平均的な値に従っていくような、ただ、それがもうむちゃくちゃな順序で並んでいるのは、そういう配列データベースがあったとして、それを検索したときに、スコアが S 以上になってしまうアライメントは何本出てくるだろうか、ということです。で、論理の流れとしてはですね、これ先ほども言ったんですが、ランダムな配列では起こり得ないっていうことは、偶然では起こり得ないので、偶然では起こり得ないんであれば、何か偶然でない理由があるはずだと。で、偶然でない、理由の中で、我々が持っている仮説は、進化しかないと。偶然でないなら、進化的に関係があるに違いないという論理で、似ているということです。もちろん進化じゃない理由で似ているときも、例えば誰かがいたずらでそういうのを組み込んだとかね、そういうのもあるのかもしれないんですが、とりあえず我々が持っている仮説は進化しかないから、だからホモロジーを意味するんだと。そういう論理になります。で、それで、この値の意味なんですが、見方なんですけれども、E バリューっていうのは実は単位があって、これは確率ではありません。期待値だから、平均値ですね。なので、単位は本です。本って言っていいのかな。タンパク質とか、遺伝子が何本ある。タンパク質を1本、2本って数えるんであれば、E バリューの単位は本です。本数の期待値だから、確率ではありません。で、それでランダムな時の、そのスコア以上になるアライメント本数の期待値だから、似ていれば似ているほど値は小さくなります。で、値はこれ期待値なので、本数ですから、負にはなりません。絶対0以上の数になります。で、0以上で、最大値はいくつになるかというと、最大値はこれはいくつになるか分かりません。データベースがすごく大きければ100とか500とか1000とかいくらでもいくと思いますけれども、一番小さい値は0となると。で、どのくらい似て、値が低ければ、じゃあ、意味がある類似なのかということなんですが、原理的にはこの場合、単位が本なので、1っていうのが一つ意味を持つ単位となってくるんですが、1より小さければいい。ただ、経験的には、私の経験上はですね、まあ、4桁か少なくとも2桁、0.0001 より小さいとそこ安心感があるという、このくらいが、経験的にはいい期待値です。で、ちょっとこれは、分かりにくいところで、なんですが、まあ一応ブラストがこんだけよく使われていて、かつブラストはEバリューを出力してくるので、まあ慣れていただければと思います。で、じゃあ、この E バリューっていうのはどうやって計算するかということなんですが、で、これも、
ちゃんと理解しようとすると、その代わりにアルツィルの、小難しい数学者が書いた論文を見なきゃいけないことになって、今回は最終的な式だけを示します。E マルを計算する式っていうのは、これだけ、結構最初、途中の理屈はかなりごちゃごちゃしてるんですけれども、最終的な式は結構簡単です。E バリュー、S のスコアを出す、この場合ですね、S スコア S 以上になるアライメントの法数の期待値というのは、KMN エクスポネンシャルマイナスラムダ S になります。で、この大きな K とこのラムダというのは、これはパラメーターです。定数になります。で、これはスコア関数とギャップの値が決まると、フィッティングで求めていく値です。で、この MN っていうのが、M っていうのがクエリーのアミノ酸の長さで、N っていうのはデータベースの残機長です。つまり、そのデータベースに入っている配列を、いっぱい配列が入っているんですが、それを全部一つにつないだときの文字数のことを MN。これだけで決まっちゃうんですね。で、それで、ブラストの方はですね、ちょっとまた変なことをやっていて、ビットスコア S プライムっていうふうに、本来はこの S っていうのがブロッサム62と加算した、ブロッサム62とギャップペナルティを加算したスコアなんですけれども、それをラムダ S マイナスログ K をログ2で割るっていう、こういう変換をする、したものを使うと、そうすると E バリューの式がちょっと簡単になって、MA の2のマイナス S プライムになります。これはちょっと簡単に、数学ができる方ですね、これをこれに代入すればこうなるはずです。で、まあ、ともかく、こんな式か、これか、これを使ってやるというふうになります。で、この式を見るとわかるようにですね、実は、E バリューっていうのは、クエリーの長さとデータベースの長さに比例します。だから、ちょっと変な、パラドキシカルなことが起きてて、全く、なんか、皆さんが、とあるアミノ酸配列をデータベースに入れて、この、ある配列が似ているとで拾われてきたとしますよね。で、それを同じ作業を1年後にやっぱりウェブを使ってやったとすると、E バリューはちょっと高くなるんですね。つまりデータベースが大きくなる、つまり N が大きくなれば E バリューはその分大きくなると。で、比較している見ている遺伝子のペアが全く同じでも、つまり S が全く同じでも E バリューはデータベースが大きくなると刻々と少しずつ上がっていくというそういう運命にあるということです。だからこれは統計的優位性というのはそういうことで、データベースが大きくなればなるほど、ランダムにそのヒットが出てしまう期待値は大きくなってしまうので、E バリューは上がっていくと、そういう考え方に基づいていくということだと理解してください。で、E バリューの問題、E バリュー、これ、ブラストのスコアのこれ一部なんですが、この259ビットって書いてあるのこれはビットスコアで、括弧の662っていうのはこれが最初の生スコアです。で、この言い方だと、この S っていうのがこの662の括弧の方で、S プライムって書いてあるのがこのビットっていう、こんなことになっているわけですね。はい。で、E バリューに関する、検定の問題っていうのも、毎年出ているんですが、なんか、あんまり、取材者の方に完全に理解されてないうちもあってですね、ところどころ言葉に誤りが、あるので、それも修正しながらちょっと説明します。平成20年度の問い54、配列データベースに関して相当性検索を行ったとき、ある式位置 X よりも高いスコアを持つヒットが何個くらい得られるかについては、カーリン・アルツィルの理論がある。このカーリンとアルツィルっていうのは、これ、ブラストの開発者の、一人です。2人です。カーリンは王将の統計学者で、アルチルは、数学者兼プログラマーです。で、すなわち、ギャップなしの局所アライメントに関しては、得られるヒット数の期待値 E は下の式で現れる。で、これが、ビットスコアのこの式です。この式ですね。S がビットスコアだとしたときの E バリューの式です。で、ただし、M は入力して問い合わせ配列の長さ、N はデータベース側の配列の全長、S は式位置 X をビットスコアと呼ばれるスコアに換算した値であると。で、問題はこれを使って E バリューを具体的に計算してくださいということなんですが、ここで長さ400残機の配列を全長25億残機、2.5×10 の9乗のデータベースに対して検索をしたとき、ビットスコア S イコール30以上のスコアのヒットはおおよそ何個得られるか。最も適切なものを選択肢の中から1つ選べ、ただし62は 0.3012 であると。で、それで原文はですね、この以上っていうのはないんですが、以上を入れない と、意味をなしません。ビット S イコール30っていうふうにしてしまうと、これ確率分布論なんで、エクスペクテーションは0になってしまいます。スコアに幅を持たせないと、ダメなので、これは以上を出ないといけない。書き間違えたんだなというふうに思ってください。
で、それでこれは計算するのは簡単というか、ただこれ値をどんどんこの式に入れていけばいいだけです。この、M っていうのが400で、N っていうのが 2.5 かける10の9乗で、で、S が30っていうのを入れて計算すればいいということです。これは、まあ、どのくらいだ、ここの数学みたいな感じで、計算間違えなければ、一応こう、バーっと計算すると、10の12乗かける2のマイナス30になって、で、対数を、10の対数を取ると、2.97になるので、だいたい10の3乗だから1000だろそういうことで計算すればよろしいと。だこれはまあ、この大体の理屈が分かってなくても、この式に代入すれば一応解ける問題だと思います。で、平成19年のやつがですね、ちょっとこれ、やっぱりこれは間違いだと思うんですが、もう直しちゃいました。ある NQR 先生でブラストを用いて相当検査を行った結果、スコアは150、エクスペクト3E マイナス20という結果が得られたと。この結果の解釈で最も適切なものを選択肢の一つ選べって書いて、これみんな偶然に出る確率って書いてあるんです。確率じゃなくて期待値ですので、ちょっと直させていただきました。で、この場合は、偶然生じる本数の期待値が S150 以上になるので、これ1ということになります。ということで、かなりこれは分かりにくい概念なんですけれども、実際に、ブラストでこの出力を、この E バリューがいっぱい並んだ出力をこう見なきゃいけないわけなので、ちょっと慣れていただければと思います。で、この例でいくとですね、先ほど私、E バリューが0.0001ぐらいがいいところだというふうに言ったんですけども、この場合の検索だと、そういう考えていくと、この3番目からもちょっとダメです。上2つは、これ 1e-10 っていうのは、これ自然対数じゃなくて、1.0 かける10のマイナス10ということ。これも 2.0 かける10のマイナス70なので、上2つはものすごく E バリューが低いので、これはまあホモログだと思って間違いがない。で、3つ目は0.36なので、ちょっとこれはいただけないなと。で、実際にこれ実はファミリーが大きく異なっていて、これはホモログではないです。で、3つ目は実はこれはホモログなんですが、やっぱり E バリューがちょっと低いので、やっぱりこの3以下はこの場合却下、ヒットだと認めないというふうに考えた方、0.001か0.0001か、そのくらい、3桁か4桁ぐらいより低くないと、それはヒットだと見なさないと方が安全だと思います。もちろんそうでないもので、ホモログも入ってくることもあるんですが、それに変なふうに飛びつく、他に根拠がなくて飛びつくと痛い目に遭うと思います。ということで、これでまだ全体の半分もまあ説明してないんですけれども、まだブラストの話がこれありましたね。で、それで、で、ブラストというソフトはですね、いろんなプログラムのパッケージになっていて、いろんな使い方をすることができます。で、それで、一応基本的なものだけ5つオプションがあってですね。で、普通にナイーブに考えると、DNA のブラストとタンパク質のブラストを2種類あればいいんじゃないかと思うんですが、実はそうじゃなくてですね、もっと複雑な組み合わせのブラストが用意されています。で、まず一番、ナイーブなもの2つ、ブラスト N っていうのは、これはクエリーが核酸でデータベースが核酸。で、ブラスト P っていうのはクエリーがアミノ酸で、データベースがアミノ酸。で、それで、ここで注意していただきたいのは、ブラスト P は1回比較なんですが、ブラスト N は2回比較します。これはどうなっているかというと、DNA っていうのは二重鎖になっているはずで、ある DNA 配列があったら、向かい側っていうのがあるはず、相補鎖っていうのが。こういう配列があったら、向きを逆にして A を T、C を G に入れ替えた、こういう配列っていうのが必ず向こう側にあるはずです。だからブラスト N の場合は、データベースに入っている、じゃないクエリーをこちら側のクエリーとこちら側のクエリーで2回計算します。だから2倍計算がかかるってことになります。よし、ややこしいんですけど、そうなっています。で、それで、さらにややこしいことをするんですが、ブラスト X っていうのは、核酸をクエリにしてデータベースをアミノ酸にします。で、これはどうやってやるかというと、核酸を、その核酸から期待される6通りのアミノ酸配列に勝手に変換して、それをデータベースのアミノ酸と比較する。なんで6通りになるかというと、普通これも多分
分子生物の基本だと思うんですが、3つずつのコドンでアミノ酸にこう置き換えることができますよね。でそれで読み訳はだから、3通りの読み訳が可能で、こういう、DNA 配列に関しては3通りのアミノ酸配列を作ることができる。もちろん終止コドンは X で潰したという、そういう意味において3通り作れる。でかつ相補差で裏側がありますから、それも含めると6通りのアミノ酸を作ることができます。なのでブラスト X は核酸を翻訳したアミノ酸とアミノ酸を比較することで比較回数は6回になります。でこの逆の T ブラスト N というのもあって、アミノ酸をと核酸をアミノ酸クエリーとしてデータベースの核酸を翻訳したアミノ酸に比較するのと、あとその組み合わせ T ブラスト X は核酸を翻訳したアミノ酸と核酸を翻訳したアミノ酸を比較するという36回のものというのがあります。で、それで、ですね、この中で、いろいろ目的が、細かく書いてあるんですが、核酸と核酸の比較、アミノ酸とアミノ酸の比較の目的というのは比較的分かりやすいんですが、このブラスト X というのはどういうときに使うかというと、これは一般的には、遺伝子を発見するときに使います。DNA の配列がバーッと決まったときに、どこにタンパク質がありますか、コードされてますかということを、知るためには、今までよく知られている、タンパク質と似ている領域、翻訳したら、今まで知っているタンパク質になりそうな領域が遺伝子領域だっていう、その論理っていうのは結構有効なんですね。でそういう時にブラスト X、核酸を入力にするんだけど、その核酸を全部アミノ酸に一回変換して、そのアミノ酸が基地のアミノ酸と似てるかどうかっていうのを比較する。でこれは遺伝子ファインディングではよく使われているやり方になります。はい。で、また問題なんですが、平成19年度の問い48で、相同性検索に用いられるブラストにはクエリー配列と対象データベースをデータ収入によって使い分けるいくつかの異なるバージョンがあると。ブラストに含まれるブラスト N プログラムでのクエリー配列と対象データベースの組み合わせはどのようなものか。これは簡単というか、この表を覚えていれば簡単です。ブラスト N は核酸、核酸で、ブラスト P はアミノ酸、アミノ酸で、これを覚えていれば。で一番簡単なブラスト N なので、これは DNA、DNA で一番だということですね。ということで、このブラストの細かいオプションまで、覚えて出題するっていうのは、まあ、いい問題かどうかわからないんですが、まあ、ちょっと覚えておいてもそうはないかなと思います。はい。で、それで一応、相当性検索の話はここまでで、で、ちょっとどんどん先へ行きますね。で、あとは、プロフィール法みたいな話、PSSM とかモチーフの話を、していきたいと思います。で、まずですね、モチーフプロファイルっていうのは一体何を考えているかというと、マルチプルアライメントがした後に何をするかっていうことの一つなんですね。で、マルチプルアライメントの使い道。で、これとある、スモール G プロテインのファミリーのマルチプルアライメントなんですが、こういうアライメントを見ているとですね、こう保存部位っていうのはこうあるんですね。例えば、全然バラバラなアミノ酸が並んでいる部分もあるけど、例えばこことか全部 G だし、ここも G だし、ここは K で、ここは S と T しかない。で、こういうところはもうむちゃくちゃだと。で、それでこういうのを見ているとですね、このファミリーにとって大事な場所っていうのを、なんかこう、ある種の、文字のパターンとして書きたくなってくるっていう性質が人間にはあるらしくてですね、例えばこのモチーフっていうのを AG、X4、GK、ST とか書いたりするんです。で、この意味は後で説明するとして、まあ、この AG っていうのはここのことを指していて、X4 っていうのはここを4つ飛ばしてるっていう意味です。で、G と K があって、ここに S か T があるとか、こんなような書き方で書いていくのをモチーフって言います。で、それで、モチーフ解析っていうのは、定義で言うとですね、こういう正規表現風っていうのはこういう書き方のことを言うんですが、これで書き下す局所的配列のパターンを表現するもので、プロサイトっていうデータベースがあって、これが一番有名です。で、この意味としては実はモチーフっていうのは大きく2つ意味があって、1つはこういうマルチパラアライメントを眺めていて出てきた、進化的に保存している局所配列パターンのことです。で、これは意味としてはですね、保存しているサイトっていうのはこう機能的に重要なサイトであるわけで、こういう場所っていうのは活性部位である可能性が高いということと、あともう一つはこのファミリーを認識するためのこうシグネチャーっていうんですかね、手がかりになるだろうと。で、あともう一つ実はプロサイトには
全然違う意味のモチーフが入っていて、主に、翻訳語就職を受けるサイトのモチーフっていうのがあります。リン酸化サイトのモチーフとか、エネミリストイル化のサイトのモチーフとかっていうのが入っています。ただ、これらのモチーフとは一般に短くて、かつ感度も悪いので、あんまりこちらはお勧めしませんが、両方プロサイトには入っているということです。それで、モチーフの記述法で、これはちょっと慣れていただきたいというのは、問題に出るみたいなので、そういう意味で慣れていただきたいんですが、いわゆる正規表現風の書き方になっています。で、これはコンピューターの計算機科学の分野の人だから、もうすごくおなじみの書き方だと思うんですが、そんなに難しくはありません。で、文法としては大体この4つがあって、X っていうのは、これは任意のアミノ酸を指します。で、XN っていうのは、N 個の任意のアミノ酸。例えばこの X4 っていうのは、何でもいいから、ここに 4つアミノ酸が来るということです。で、GK っていうのに、括弧は何もついていないのは、これグリシンでリジンであるということで、それで、XNM っていうふうに、こう、2つ数字を書いた場合、例えばこことかですね、これは3個から5個の何でもいいからアミノ酸が来ると。で、核括弧の ACD っていうのは、A か C か D かのどれかに当たると。で、この中括弧の方は、A でも C でも D でもないっていう、そういうことです。で、これはちょっと実際やっていただくといいと思うんですが、この、皆さんに配ったものの、この、4ページ目を見ていただくと、こんなのがありますね。で、これを割となぜか学生には評判がいい問題なんですけれども、まあやってみてください。このモチーフっていうのが、これがこの配列のどっかにあるはずです。そういうふうに作りました。で、それを探してきて、こう、囲んでくださいっていう問題で、で、答えはですね、ここなんですが、これだけ言っちゃうところなんですけども、このモチーフの意味っていうのは、この括弧の核の AG っていうのは、A か G か。で、4個あって、G と K が来て、S か T が来る。これ見ると、ちゃんとこう、A か G かがあって、4個あって、で、G と K があって、S か T が来るって満たしてますよね。で、こんなこうサイトを見つけてください。で、この見つけ方のコツはですね、これ人間がやる場合のコツなんですけれども、この括弧がついている A は G とか S は T っていうのを見てると探すのはめんどくさいので、この場合 GK っていうのは必ず連続であるはずなんで、この中に出てくる GK っていうところにまず軽く印をつけて、注目すると。そうすると、GK って多分ここしかないんじゃないかな、この配列の中で。で、それで、それが見つかったら、前後の条件を満たすかどうか考えてみるっていう。そういうやり方をやると、これが見つかるんですね。で、ちょっと時間をありますので、じゃあこれはっていうのをちょっと考えてみてください。すごく長くて、頭おかしくなりそうですけれども、やれば意外にできます。で、ポイントはですね、何度も言うように、この、選択肢がないもの、この場合だったら C、H、H。このモチーフは C が2個と H が2個含まないといけなくて、だいたい H が3か5の、文字を挟んでこう並んでる場所っていうのをこうずっと見せていけば、そんなに種類はないはず。で、それが見つかったら、あとはこれらの条件を満たすかどうかを考えればいいという。そういうことで、ちょっと時間を取りますので、やってみてください。解き方としては、これだったら、まず C と H が必ず出てくるので、C と H にまず一回こう丸かなんかしちゃえばいいですね、パーッと。で、それで、この C と H をこう睨みながら、この条件に合うところをこうやるとですね、多分こうなるんじゃないかと思います。ちょっと長くてうんざりしますが、よーく見るとこれでマッチしてます。この C があって、2か4個は、2から4個の X があって、だからここまで OK。で、その後 X が3つあって、L、I、V、M、F、Y、W、C のどれか、この場合 F が来てて、で、1、2、3、4、5、6、7、8つあって H があって、3から5何かがあって H がある。ということで、これで満たすということですね。で、次のやつもこれちょっと長くてうんざりするんですが、まあ一生懸命やるとですね、同じようにやっぱこれ H、と C が必ずありますので、H と C をまず一回マークしてあげて、あとはといろいろ考えていくと多分こうなるのではという、こんな感じですね。
で、実際には計算機がやるので、こう、手で人間がやることはほとんどないんですが、一度できてみると、それなりにこう、面白いかもしれない。ということです。で、ちょっと時間があんまりないので、これ、できなかった方は、ちょっと、自分で後でやってみてください。で、それで実際にはどういう問題が出るかというとですね、もっと簡単です。平成19年度の問い54で、塩基配列やアミノ酸配列において特定の機能を持った配列は進化の過程で多少の変化を起こしながらも弛緩で保存されている。このような配列をモチーフ配列というパターンの表現方法の一つには正規表現があって、次に示した正規表現で表されるアミノ酸配列として適切なものを選択肢の中から一つ選べって書いてあって、で、この場合すごく短いので、さっきのこの長いのができた方はですね、これは楽勝だと思います。これで、これどれが満たすかという問題なので、同じようなものがこう並んでいるって、これも C と H に丸をすると比較的簡単にできるという、こんな感じのものですね。それで、ちょっと先をじゃあ、で、これはこれ、まあ、モチーフはこんなもんだということで。それで、今、モチーフ、ちょっといろいろやっていただいたんですが、実はあんまり、役に立ちません。というか、実際に好きな人もいるんですが、実際にこう、これを持っているからっていうことで、あるファミリーを取ってこようとすると、結構フォースポジティブが多くてですね、今一つ感度が悪いんですね。で、それで、で、機械的、まあもちろん、なんか人間がこのファミリーはこういうモチーフを持っているんだっていうふうに命名してですね、人間の頭の中で重要なサイトのイメージとしてそれを持つっていうのはすごくわかりやすいんですけれども、機械的にこのモチーフを持っているからこの機能を持つはずだとかっていうふうに、短絡的な、使い方をしようとすると、どうもこう、エラーが多くて使いにくいというのが現状だと思います。で、それで、じゃあ、実際に、今どういう方法が流行ってるかというと、プロフィール法というやり方の方が、支配的で、こっちの方が感度が高いんですね。で、それで、これはどういうやり方かというとですね、基本的なアイデアは、このマルチプルアライメントから出てきた情報を使って、どうやって、そのファミリーの特徴を記述するかということです。そこはモチーフと同じなんですけれども、それをモチーフみたいに、当てはまるか当てはまらないかっていうふうな、0、1じゃなくて、もっと定量的にきめ細かく、記述していこうと、そういうやり方です。で、それで、プロフィールっていうのは、これ後で説明しますが、マルチパラアライメントを変換して、サイトごとのスコア行列を作る。それを PSSM、ポジションスペシフィックスコアマイトリックス、一特異的スコア行列のを作って、これで検索を行っていくという考え方です。で、有名なプログラムが2つあって、1つはサイブラストっていう、これブラストを拡張したものです。もう1つはハマーっていう、これは、正確な意味では PSSM を使っていると言えないのかもしれませんが、基本的にはアイデアは同じで、ヒルマルコフモデルを使って形式化されているものです。で、それで、どうですね、イメージなんですが、こうマルチプルアライメントがこうあって、これ今、クエリがあって5本、6本のアミノ酸が並んでいるとします。で、これをこういうマルチプルアライメントを見ると、何度も言うように、すごく同じアミノ酸が並んでいる場所と、あんまり並んでない場所っていうのが極端に出てきます。で、それでこのマルチプルアライメント情報を使って、PSSM あるいはプロフィールっていうのは、こんなようなスコア行列を作る。つまりこれどうなってるかというと、このサイトアライメントされたものは、これ1から9までサイトがあるんですが、この横軸は同じなんだけど、縦軸のところが20種のアミノ酸が並んでいて、20種のアミノ酸がそれぞれスコアが書いてある。つまり、例えば1番目のサイトにアラニンが来たら3点、グルタミンが来たら0点、グリシンが来たらマイナス2点という、そのサイトに20種のアミノ酸のどれが来たら何点もらえるのかっていう、こういうスコア行列を作ること。このスコア行列のことをプロフィール、あるいは、PSSM、ポジションスペシフィックスコアマトリックスって言います。で、それで、このスコアの計算の仕方なんですが、これは最初に、アミノ酸の置換序列でやったのとすごくよく似た考え方でスコアを定式化していきます。どうやってやるかというと、このやっぱりロゴ図で定義されていて、 PIA というものを QA で割ったものが SIA。 この SIA っていうのは、この I 番目のサイトにアミノ酸 A が来た時のスコアです。
このマルチパラメイメージでいうと、これ4番目のサイトに七人が来た時のスコアみたいな感じ。ここが数が入って、ここにアミノ酸が入ります。で、それの定理というのは、I 番目のサイトにあるアミノ酸が来る確率を、ランダムにそのアミノ酸が出てくる確率、この場合、背景確率、バックグラウンドプロバビリティというのがあります。これで割ったもののログです。で、これをこんな考え方でやると、サイトごとのスコア行列というのを作ることができるんですね。で、それであんまり時間がないのですが、これも皆さんに時間があればやってもらおうと思ったんですが、ちょっとこれ面倒くさい話になるのかもしれないので、後でやってみてください。イメージとしてはですね、これなんか疑似アライメントがあって、これアライメント、これ横に並マルチパラメント、本来こう、横に並べるんですが、アライメントこう縦に並んでいるようなものだと思ってください。で、だからこういうふうにこう1本2本ってこう数えるようなものですね。で、それで、これでまずこの PIA っていうのを計算してみましょうって考えると、これ、7人が、8、これ10本あって、7人が8個でグルタミン酸が2個ですから、PIA っていうのはこれ0.8で0.2だと、とかいうふうになるわけですね。で、同じような感じでこう数えていけば、こういうふうに、数を、出すことができます。これがこの式でいう PIA に相当します。で、QA っていうのは、これランダムにそのアミノ酸が生じる確率で、この場合は、これ今、アミノ酸が5つしかない世界だと考えると、ランダムにあるアミノ酸が生じる可能性は0.2だと、全部一律だとします。で、だから、この値を0.2で割ってログで取ったものがこれ。0.2を0.2でログを取る。0.2分の0.2は1ですから、ログ1は0です。で、で同じように、0.8を0.2で割ると、4ですから、で、ログ2の4が2になるということになります。で、そんな感じでスコアを作ると、こんなふうなスコアができる。で、こんなようなイメージでやっていくということです。で、それで、こういうふうにスコアができるとですね、同じように動的計画法でアライメントをすることができます。で、普通の動的計画法っていうのは、配列1と配列2をこう縦横に並べて格子状の最適パスを求めてくるんですが、PSSM を使ったアライメントの場合は、1本は普通の配列なんですが、もう1本がこのマルチプルアライメントのこの PSM のスコアが入るというふうになると。PSSM 自体のマルチプルアライメントのサイトが横に並ぶ。マルチプルアライメントともう1本配列をアライメントする。そんなようなイメージで比較するという、こういうアイデアです。で、これをやるとですね、非常によく感度よく、ホモログを、あまりよく似ていないホモログを見せることができて、その一例を示しようと思って、これ、サイブラストの実際の出力結果です。これが、これ、ミオグロビンを、クエリとして、まず出てきた、これ、PIA とここで書いてあるような、サイトごとのアミノ酸の、出力頻度です。これ、これ1、2、3、4、5、6、7、8点、これがそれぞれミオグロビンのサイトに相当していて、で、これでマルチパラメントを作ったときに、最初の1番目にバリンが出る割合っていうのが 75% である。で、メチオニンが 25% である。で、2番目のロイシンが出る確率は95、14とか、こういうふうにパーセントでこういうふうに数字が出てきます。で、これを、ランダムの背景確率で割ってログを取ると、スコアになる。で、ここで比較のために、7人で、だけをこう注目して、7人の12番目の7人は 5%、24番目の方は 16% で、で、この93番目の7人と64番目の7人と非常に保存が良くて、で、特に93番目は 100% 7人、必ずそれが保存していると。で、これをランダムで割ってログを取った時のスコアはこれになって、よく保存している7人は11、よく保存している7人のサイトに7人が来ると11点もらえるんだけど、あんまり保存してなかった、12番目とかのサイトだと2点しかもらえないとかっていう。要するに、そのサイトでよく保存しているアミノ酸が来るとすごくいいスコアもらえるんだけど、あんまり保存していなかったらあんまり高いスコアもらえないっていう、そういうふうにこう、同じようなサイトでも、保存度によってスコアの強弱がついたようなスコアマトリックスを作ることができます。で、これによって、そのファミリーの、状況、どこが大事かっていうのを定量的にきめ細かく表現することができます。で、具体的な恩恵の例を示すとですね、これ、やっぱりミオグロビンをクエリにしてブラストの検索を普通にした
場合なんですけれども、これ、構造が分かっているデータベースだけなんですが、で、これで検索すると、E バリューが0.001以下を有意だとすると、ラインはここで、ホモログは1、2、3、4、5、6、7本だけ拾えるということです。で、この実はこの A の11っていうのはこれグロビンファミリーで、これが、進化上近いんですが、普通にブラストでやると、これだけしか拾えないんですが、このサイブラストのこのプロフィールで検索をすると、E バリューが同じように出てくるんですが、ここまで来ます。で、ここも、追加でこれだけの青いものが、シークエンスのアイデンティティは弱いんだけど、ヒットすることができて、で、しかも、全部この場合、ちゃんとグロビンのファミリーに属して、立体構造もグロビンの形をとっていることが確認されているものが全部拾うことができるということです。で、それで、どのくらい遠いものを拾ってきているかというイメージなんですが、これがブラストで、発見された一番低い、この、1X3KA というものの一致を見ているんですが、これだとですね、ペアアイズアライメントはこのくらい、これもかなり低いんですが、23% がシークエンスアイデンティティしかないんです。クジラのヘモグロビンとユスリカだから、これはあれですね、昆虫ですね。昆虫も一部分はヘモグロビン持ってます。というのが、ブラストではギリギリ引っかかってくると。じゃあ、サイブラストでやると、どのくらいまでいくかというと、クジラのヘモグロビンと、この 1CQXA という、これはですね、微生物のヘモグロビンです。で、微生物もなんかグロビン用のタンパクって持ってて、もちろん酸素呼吸はしないんですが、なんか電子伝達かなんかをやってるらしいですね。で、これはもうシークエンスでは17しかなくて、もうほとんど一致してるとかないんですが、でもちゃんと拾ってくるという、このくらいの遠いところまでサイブラストでは拾うことができるということです。で、それでですね、もう一個だけ説明すると、サイブラストっていうプログラムは実はちょっと面白い仕掛けがあって、こういったプロフィール法っていうのは、マルチプルアライメントをベースとするんですが、じゃあ最初のマルチプルアライメントはどうやって作るのかということが問題になってきます。で、マルチプルアライメントは、この講義の最初で言いましたが、実は結構いいのを作るのは難しくて、計算時間もかかるし、あと、いいマルチプルアライメントっていうのは、結局たくさん本数が、集めなきゃ、似ているタンパク質をたくさん集める必要があって、で、似ているタンパク質をたくさん集めるためには、いいプロフィールを作る必要があると。だけど、いいプロフィールを作るためには、いいマルチプルアライメントがなきゃいけないっていう、こう相互依存の堂々巡りみたいな関係になっています。で、これを、サイブラストは、そのまんまアルゴリズムに取り入れていて、反復的に、検索を行うってことをやります。で、サイブラストの場合は、まずクエリー配列を与えたときに、まず最初は普通にブラストをやります。で、ブラストをやって、ブラストをやるとなんかいっぱいホモログが拾えてきて、で、ホモログを、かき集めてマルチプルアライメントにしてプロフィールを作ると。で、もう一回検索をして、で、そうするとまた追加でホモログが出てくる。で、それを元にしてまたプロフィールを作り直していって、ここをぐる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 追加のホモログが出てこなくなるまで反復して計算するという、こういうやり方で、良いマルチプルアライメントと良いプロフィールを反復的に改善しながら作っていくと、こういうやり方をとります。で、それで、で、実際にはこれ、うまく使いこなすのは結構難しくてですね、誰かが、作り込んであるマルチパラメータを使うのが、実は一番、初心者として優しくて、それで一番有名なデータベースが PFAM というデータベースです。で、これはマルチプルアライメントのデータベースで、各ファミリーごとにマルチパラメータが全部、プロが作ったものが入っています。で、それを使ったプロフィール法で、ハマーのヒドゥン・マルコフモデルを使った検索もできるようになっていて、かつ、それぞれのファミリーに結構細かいアノーテーションが書いてあってですね、データベースとしても非常に充実して使いやすいということで、これは皆さん、興味がある方はぜひちょっと見ていただければ、いろいろ情報を得ることができると思います。で、また問題なんですが、平成19年の問い50です。相動性検索に用いられるツールの一つにサイブラストがあると。で、このサイブラストでは、1特異的スコア行列 PSSM を利用している。次に示した説明文の中で、サイブラストとそこで用いられる PSSM についての記述として不適切なものはどれかと。1番、一般的に通常のブラストに比べて感度が高い。で、これは先ほど説明したその通りです。で、2番、一度作成した PSSM を用いて検索を行い、その結果を用いて PSSM を再構築する処理を繰り返す。これも正しい。で、サイブラストは DNA 配列しか取り扱えない。
で、これが正しくないんですね。で、サイブラストはギャップを取り扱うことができる。これも正しいです。で、このプロフィールって考え方自体はですね、DNA でも、タンパク質でも適用可能なんですが、サイブラスト自体はこれは完全にアミノ酸配列に特化して作られたプログラムなので、3番が、間違って、これは、アミノ酸配列しか、取り扱うことができないというふうなのが正しいということになりますね。で、それで、あともう2台あって、これで一応、ブレイクに入ろうと思うんですけども、問題で、出てくるやつがですね、DNA の PSSM を使った問題っていうのが 何台か出てきます。まずこの平成19年問い53なんですが、これはPSSM なんですが、これ DNA、ATGC が書いてある、PSSM です。この PSSM を利用してスコアを調べた結果、最も高いスコアを示す配列を選択肢の中から選べというふうになっていて、これは結局ですね、この5つの配列のそれぞれについて、スコアを全部計算すれば、ちょっとめんどくさいんですが、この AGTAC だったら、6と7と、0と0ととか、こう全部加算していけば、まあ一応出るということです。あんまり意味がわからなくても、とりあえず、こう足し算をこう全部従ってやって、一番高いのはこれだということになります。で、もっと、楽勝なやり方はですね、この一番高いスコアを持つものっていうのを、これそれぞれマークしてやると、ポジション1は A で、ポジション2は G でっていうふうにあるので、AGT、A か T、C だろうとか思ってると、これがってことがわかるという、それでもこの場合は正解になります。で、ただちょっとここで説明したいのは、PSSM って僕はタンパクのものしか説明しなかったんですが、実はもう一個使われる分野があって、DNA の、転写調節領域の表現を示す場合に PSSM を愛用されます。上流の部分の転写因子が結合する部分の特異的なモチーフっていうのがある場合があって、でそれを、PSSM って考え方で記述するということがで、その場合はですね、ちょっと本質的な意味が違って、タンパク質の PSSM は進化的に関係があるタンパク質の共通パターンということなんですが、DNA の場合は転写因子が結合できる DNA の共通パターンということで、必ずしも進化的に関係があるかどうかわからないので、もうちょっとこうシグネチャーとしては弱々しいものになりがちです。で、まあ、同じようにこの、平成20年でもほとんど同じような問題が出ていて、まあ、これも計算すれば一応出ると。問題自身はそんなに難しくないと思います。